創価大学の課題は何か、えー、私、初めて創価大学を取り扱います。なお、宗教の話は一切しません。あくまでも大学としての話です。どうぞよろしくお願いします。えー、どうして創価大を取り上げたかというと、一般共通テストの志願者数の減り方がちょっと尋常ではないんですね。2019年には7000人もいたんですよ。これが6000人、4800人、3400人というふうに、すごい勢いで滑り台のように減っていきまして、 今,今年の入試で2419人。この減り方だと、来年度はとうとう、一般志願者数が1000人台になってしまう。ほんの5年前7000人いたのにということで、すごい減り方なんですよ。で、なんでなんだろうと考えまして、やはりちょっとこれは注目だなと。今まで総科大さんについては一切語ってこなかったんですが、まあちょっとこれは気になりまして、ちょっと論じたいなと。で、 まあ創価大学ご存知の通り、その、創価学会系の大学です。もちろん、キリスト教や仏教の大学は日本に他にもいっぱいあります。なので、一つの考え方として、やはり少子化の影響だろうと、皆さんお考えになると思うんですね。まあ、主に、創価学会の関係者の、まあ、子供たちが進学してくるので、少子化でその人たちが減ってるんじゃないかというのは、まあ、誰でも考えると思います。そうは言っても別にどんな宗教の人でも創価大学入れますから、 少子化のせいだけではないんじゃないかというのが私の意見です。それよりも本当の問題は受験の難易度が低いことです。受験の難易度が低いことで一般選抜で行く大学という枠から外されてしまったんですね。その上位高校や予備校から選ばれなくなった。例えば経済学部って今年百六十六人入学してるんですけど、一般共通テスト六十三人ですから、えー、一般三十八パーセント。 まあ、大きくは6割方推薦で入っている大学である。なので、一般で行く大学じゃない。えさらにですね、八王子の山奥にありまして、交通の便が悪い、共立女子、強臨、中央大学も逃げる八王子ということで、交通の便の悪さってのはやはりあるんだろうな。大きくは、偏差値が低いことが問題だと私は思っています。で、創価大学の経済学部、ベネセ偏差値で54なんですけど、なんとびっくり、これ、大東亜帝国より下なんですよ。 まあ、提供はいますけどね。要は、その、総科大に入ろうという人たちで、一般選抜で受験しようという人たちっていうのは、その、日東駒線に行ってしまうんだろうと思うんですね。受かっちゃうし。で、大東亜帝国とは平等に戦ってると。で、まあ、日東駒線受かったら絶対に日東駒線に行ってしまう。で、大東亜帝国は、平等に見るわけです。総価大に行くか、アジアに行くか、大東文化行くか、みたいに考えちゃうと、 別に創価大である必要がない。その創価大の教育や研究、もちろん素晴らしい面はたくさんありますから、でも他の大学と天秤にかけちゃうと思うんですよね、受験生は。で、その時に、正直アジア大や大東文化で良い。大変申し訳にくいけど、アジア大も良いという時にアジア大行っちゃうってことです。なので、まあ、この偏差値が低いことで、その大学の序列の中で、 まあ現状の創価大が決して良いポジションではないことでもっといい大学にみんな行っちゃってるんじゃないのかというのが私の予想です。まあ、その、この大学に憧れて東大蹴ってくる人がいるなんていうのも、まあ、昔よくネタで言われたんですけど、今どうか分かりません。もちろんそういう人もいるでしょうし、入ったら教育環境は素晴らしいんですよ、ここ。設備もいいし、図書館も立派だし、学食もあるし、本当いいんですけど。で この大東亜帝国以下っていうのは、今何が起きてるかっていうと、一般選抜で行く大学じゃなくなってるんですね。推薦7割とか。で、そのゾーンになってくると、その中学受験、高校受験とテストの点数で頑張ってきた首都圏の受験生が入る、その大学受験イコール一般選抜で頑張ろうっていうランクの高校、高校偏差値60ぐらいのところっていうのは、もうこの大学は推薦で行くもんだっていう大学は全然受けないわけです。で、関東学院が、 一般選抜の入学者がすごい少ないのに志願者が多いんで僕不思議だったんですけど最近分かってきたのが受験業界や上位高校は関東学院のことを一般で行く大学だと思ってるんですよ。実際にには推薦で大半取っっちゃってるのにだから要は受験業界的に関東学院は OK なんです。 でこれは大東亜帝国や拓殖もそうなんですね。大学側の意図とは関係なく、受験する側から見て、一般選抜で行く大学であるというブランドを、高校や塾予備校側が勝手に作ってるんです。まあ、それによって得をしてるわけです。もちろん10年、20年後は分かりませんよ。で、ベネッセの偏差値だけで言えば、創価大が駿河台大,大学にも負けてると。で、まあ、立正、東海、武蔵野、神奈川、二升学者、東京経済とかと比べると、 その受験の難易度がこうなってしまうと、受験難易度がもっと高い大学に行かざるを得ないんですね。また、一般選抜や共通テストで大学受験しようっていう人の候補から外れてしまう。ということで、その志願者が減っていく要因の一つはその、まあ、受験偏差値の問題だと僕は思うんですね。なので、総科大の対策としては、はっきり言って偏差値を上げるしかない。せめて日東駒専ぐらいのところまで持っていかないと、まあ、大東亜帝国の 方がいいというふうに選んじゃってる受験生が多いのではないかというのが私の予想です。まあ、他にもいろいろ理由はあるのかもしれませんけど、私は内部の人間じゃないんで分かりません。ただ、私の見立てでは一番手をつけるべきはここだろうなと。一般で受ける大学じゃないっていうブランドを高校や塾から与えられてしまってるっていうのがまあ問題で、しかも現実的に6割推薦で入っちゃってるんで、このブランドを上げなきゃいけないっていうところに関して、 ちょっと真剣に取り組むという必要があるんじゃないのかなと、しないと、この非常に厳しい衰退傾向止まりませんね。あとは、やはり八王子のキャンパスの交通の便が悪すぎると、八王子からどんどん大学逃げ出してますので、まあ、創価大学であれば、東京のど真ん中、信濃町に行くべきだろうと。信濃町、なんとか土地を捻出して、高層ビルを1本建て、少なくともビジネス関係の経済学部、経営学部、法学部は、信濃町キャンパスの高層ビルにぶっ込むと。 でまあ、設備が必要な文学、教育、国際教養、理工、看護あたりは、一旦八王子に残します。で、これ、せっかくなんでやっぱり大学の一体感なくなるの寂しいですから、まあ、1年生だけとか、1、2年生は全員八王子キャンパスでもいいのかもしれません。でも、何らかの形で一部の学部が都会のど真ん中にあるというのは、ちょっと挑戦しても良いのかなと、財政的には余裕があるはずですし、 品ナ町キャンパスの方に、まあ、経済・経営法を移すというのが、まあ、私からの一つの提案です。これで、都心の学部の方は、まず回復できないかなと。で、全部を都心に戻すっていうのは、ちょっと現実的じゃないし、八王子のキャンパスも伝統ありますから、うまく両立できないかなと。その工学院だったり、拓殖みたいに、両方キャンパスがある大学っていうことでやっていけないかなというのと、えー、さらなる究極の切り札があります。 私は思いついたんですよ。創価大学の一般選抜志願者数が回復する究極の切り札があります。それは何か有料コンテンツです。すなわち、しゃべりません。これは、えー、言いません。あの、正直言うと、お金になるからです。えー、そうですね。 億単位の収益を生むと思います。これが成功すれば。なので、私は別に YouTube でただで喋ってるわけじゃなくて、ビジネスをやってるわけですね。で、私の本業は一応、大学や高校の経営コンサルタントであるので、創価大学には、創価大学にしかできない究極の一手があるんですよ。この手を使えば逆転できる。これは言いません。ただし、創価大学の方から問い合わせがあった場合のみ、 有料でお答えします他の大学には使えない手なんで、いや、使う大学が現れるかもしれませんが、えー、他の大学の方のお問い合わせには一切答えません。創価大学さんから、創価大学の内部の教職員の方からの問い合わせがあった場合のみ、この究極の切り札が何かというお話をします。しかもそれは無料ではありませんと申し上げたいと思いますが、ご縁があれば、 私が思いついた創価大学が復活する究極の切り札の話は、ぜひとも話したいと思っております。ということで、えー、創価大学についての話でした。なお、くれぐれも宗教について論じるつもりは一切ございませんので、そういう書き込みはやめてください。よろしくお願いします。